こんにちは。株式会社 RKEA の島田です。今回はですね、経営承継の見える化ということで、実は新潟の方で、経営者と後継者を集めて、経営承継の見える化をする塾というのをですね、5ヶ月連続で、やってきたんですね。これが11月に終わりまして、それを感想とですね、やり方について少しご紹介をしていきたいと思います。11月の20日にですね、新潟経営塾5回シリーズの千秋楽を迎えたんですね。この塾というのは毎月1回土曜日、午後12時半から5時間ぐらいですね、経営者と後継者で、経営承継の特に必要な非財産相続関係ですね、の見える化について議論するだけじゃなくて、そこでパソコンを持って作ってしまうという、塾だったんですね。参加企業は5社で行いました。で、そのところチラシというのはこんな感じなんですね。これ拡大して見ていただければいいかなと。ちょっとごちゃごちゃ書いてますけども、何をやるか、どんな目的か、で費用、金額、それから次のページにですね、その大体のスケジュールと、であと申し込みというのことを出しました。これまでですね、この私どもの経営承継の可視化というのを取り組んできたわけですね。そのノウハウを反映したこのシリーズ研修だったんですね。で、これ5回の研修、半日使います。で、費用も40万円するんですね、1社からね。そうそう、安い、じゃあ軽く出ようという程度のものじゃないんです。ですから、参加企業の方にはですね、経営者後継者含めてね、1回から2回無料経営相談をしまして、そこで納得いただいた方のみが参加したと。あとは、ちなみにね、この企業を紹介していただいた、サポートいただいた方が、この、新潟の方にいらっしゃいまして、その方の絶対的な信頼関係があったからこそ、そういうお客様がね、来られたわけですけどね。じゃあ、ちょっと進め方を少し、ご紹介していきたいと思います。第1回目はですね、クロススウォット分析。要するに、いわゆるスウォット分析で強みとか、今後の機会、そして、積極戦略ね。こういったものを、まず理論を勉強した後、徹底的にですね、揉みながら、そこで実際作ってもらいました。で、ここに来た時に、いきなりですね、スウォット分析勉強したんじゃないです。前もってスウォット分析の、結構コスト、費用も高いセミナーでしたんで、我々がやっているスウォット分析のね、スウォット分析初級、検定初級オンラインの動画を事前に見ていただきました。ですから、比較的早かったですね。いうことで、このカリッカの実際クロス分析したのが1回目でしたね。で、強みを生かした商品戦略。主に商品戦略とか顧客戦略を書いていただいて、そして、当然その時間帯で全部できなかったんで、帰ってきただいて、あと、ね、終わった後、1ヶ月ぐらいありますから、その間に、提出してもらって、私の方で添削レビューしてアドバイスしてお返ししたわけですね。2回目は、事業再構築補助金を狙う企業さんと、それからそういうのは狙わなくて、普通の経営計画書と、じゃあ2パターンあったもんですから、それを1回にいたしました。大きな流れは変わらないんですけど、やっぱりこう、フレームの書き方が違うものですから、時間をね、配分をしながら、ある方は事業再構築用の事業計画書の議論と記入をしてもらう。ある方は、それと関係なく、通常事業経営計画書、4シート、5シートとかありますけども、の入力、議論をしてもらうと思いました。この、事業再構築のですね、方はその、目的が決まってます。新規事業をやると。その新規事業に対しての事業計画書を作るんですけども、それ以外の方、いわゆる普通の経営計画書、ただこの普通の経営計画書と言いましても、我々がしているのは、例えば1回目にスウォット分析作ったんで、そこから入った根拠のある収支計画を作るわけですね。その収支計画の中身、何の商品をいくら売り上げする、どの顧客にどんな提案するから売り上げはいくら上がる。原価はこういうことをするから原価が圧縮され、もっと増える。経費についてはこんなことをやるから、いくらぐらいこの経費増える。こういう根拠をまず細かく決めていく。これが、経営計画書5シートという表現なんですけどね。こういったものを作っては、いわゆるですね、銀行に一度見せれるような経営計画書。これを作るのはこの2回目だったんですね。で、3回目は、経営承継の10カ年カレンダーというものを作りました。これも10カ年カレンダーについて、経営承継の可視化につきましては前もって、動画をね、見てもらって
回してましたから、非常に書きやすかったんじゃないかと思います。でも一番コアな自分の引退、社長の引退年齢ですね、後継者がの役職を決めていく、後継者だけじゃなくて同族の方の役職を決めていく、もしくは各部門の幹部も定年を迎える、その後継者はどうする、で、1回目に勉強したスウォット・モスクの経営戦略で5年間ぐらいはどんな事業構造でやっていく、まあ、こんなこといろんなことを考えているのがこの10カ年カレンダーなんですね。まあ、これを、事例をいっぱい説明した後に実際作業しながら議論しながら作業してみました。まあ、いわゆるこれがですね、経営承継可視化の本丸ということなんですね。で、当然これも1回じゃできなかったんで、後々議論した後また私も出してもらって、まあ、ちょっと矛盾がある点をちょっと指摘して、させてもらったりとかいうことをしたんですね。で、4回目は、職務権限異常計画と役員間のコミットメントを託すと。これ何かというと、社長がもし会長になった場合、自分の持っている職務権限を後継者にどう譲っていくかということを、職務権限一覧表をずらーっと書いてもらって、そして、この権限、このやることは後継者に譲るとかいうことを大体話しながら決めていきますね。と同時に、もう一個は、役員間のコミットメントというのは、取締役とか幹部クラスの仕事の内容と、ね、会社に対して貢献するアウトプット、これを具体的に文字化していくと。まあ、簡単に言うとね、後継者は役員幹部をどのような基準で評価するかということを考えてもらう、まあ、フレームなんですね。で、これは、経営者側と経営者後継者がこの役員にはこうあってほしいと思えば、基本を書いたら、その基本を受けて各役員幹部がその対するアウトプットを出してもらうということを宿題としてね、やったわけですね。で、最後5回目がですね、行動規範、経営判断基準づくりと。これは最終回はですね、その会社の歴史沿革や、またその歴史から学んだいろんな経営判断基準とか行動規範、こういったのを整理していきました。で、歴史が少ない場合、もしくは歴史があんまり、ない場合は、まあ、我々がお勧めしているケーススタディ、経営判断基準のカテゴリーが30項目ありますから、そういったものをベースに議論してまいりました。まあ、当然、これ、ちょっとつくの時間かかるので、11月は、この検証終わったんですけども、提出してもらうのは1月ということで、1月に出してもらうと、またね、レビューしてお返ししたいなと思いますね。まあ、こういうですね、5回コース、毎回5時間ぐらいやって、当然、この5時間全部できませんから、宿題になって我々に出してもらう。で、我々が添削アドバイスしてお返しすると。まあ、これまでの、ね、一般的な、会計事務所を行っていた経営塾、後継者塾とはちょっと多分異なるんじゃないかなと。なぜならば、実務直結のアウトプットができる研修だったんですね、塾だったんです。で、まあ、もしね、今後会計事務所とか、法人保険開拓を進めたい生命保険の方、あと相続関連の取引を増やしたい金融機関の方などは、こういうそのアウトプット型の経営塾、後継者塾という、でもそれも社長と後継者が一緒に議論する場を、まあ、作ってあげた方がいいんじゃないかと思いますね。もしね、こういうのをやりたいと思った方はですね、私の方にお問い合わせください。まあ、講演、講師料とかですね、あと企画内容、スケジューリングについていろいろまたね、打ち合わせをさせていただきますので、ご連絡お申し付け、お申し込みください。あと、今この経営承継の可視化のキーワードだったのが、非財産相続承継だったんですね。そう見えるからだったんです。で、これを、のみ徹底して勉強する経営承継戦略アドバイザー検定初級オンラインというのが私の長いことやってますが、これのキャンペーンが12月20日までに、2021年12月20日までに終了します。今、この機会にお申し込みいただいて、その動画をじっくりね、見ていただきますと、社外費なんですが、経営承継可視化コンサルティングマニュアル、これ私は実際使ってるんです、現場で。使ってる、例えばヒアリングチェックリストであるとか、フレームとか、トーク展開とか、作業工程。これを、実はマニュアル化してるんですね。私も使っ、その当然私のやり方をマニュアル化しましたし、これをコンサルタントの育成に使ってる、まあ、ちょっと人には見せられない、ちょっと隠しておきたい、というやつなんですね。PDF にしてます。52ページぐらい、A4 で52ページあるし、かなり、なかなか教えたくないものなんですけども。これを、12月20日までにお申し込みいただいた方には、PDF でプレゼントしようかなと思ってます。で、ここにはね、何をどう聞き、何をどう書けば、10カ年カレンダー、役員コミットメント、職務権限異常計画、なんかできるかがね、まあ、いわゆるトラウマですね、書いてます。
まあ、こちらの QR コードから入っていただきますと、そのページに行きます。ぜひともね、こういうお勉強されると2022年がいいんじゃないかなと思いますね。はい。では、今回は以上です。